はいどうもということで今週も始まりましたバナナ TV のお時間でーす。やった。申し遅れました。私番組 MC を務めさせていただきますのは局長のノーリーと皆さんミカです。よろしくお願いします。はい、この番組はサラナ TV で放送されている番組情報やゲストコーナー、今世間を賑わせているホットな話題などなどじゃんじゃんお届けするシャナナ TV 総合案内番組です。今週も始まりましたね。ねえ、いい1週間にしましょうね。今週もね、いやいや終わってどうするんで何キョトンとしてるんですか今日は。大丈夫ですか、熱でもあるんですか熱は残った死んでるんですか。いや、まあそういう意味でね、はい、な大丈夫ですね今日は何ですか。何するんですか今日は何するんですか。何するんですか。最近あれなんですか、なんかボイシーとかよく聞いてるらしいじゃないですか。ボイシーは前から聞いてます。あ、前からよく聞いてるんですか。じゃあね、最近思ったことがあったんですけどね、うん、今ほらもうオンライン、うん、何してるんですかあなた。すいません、ちょっと喉かいて、はい、あなた危ない危ない、緊張感ね、はい、うんね、うん、テレワーク、テレワーク、テレワークがね、あの流行ってる、流行ってるんじゃないな、まあ、うん、なんかイケてるとかそういう感じじゃないですね。あの増えてる、増えてる、うん、でしょ、うん、で、だから会議とかも、うん、皆さんもズームとか、ズームとかね、営業とかも、うん、なんかね、企業、お客さんとかとも、うん、ズームってお打ち合わせとか、うん、もう全部なんかたらズーム。うん、開けてもくれたもん、ズームずっとズームやったもんな、やってるじゃないですか、うん、で私たちも、うん、あのミーティングでね、うん、ズーム使ってるじゃないですか。使いますね、うん、で、そのね、うん、ズームだと、うん、顔を見ながら、うん、まあ、表情を見ながら、うん、やり取りするじゃないですか、うん、で、まあ、1時間とか、うん、もう長い時2時間近くね、話し込んだりしますね、うん、まあ、2時間は長いかな、1時間半ぐらいまでね、うん、お話する時もあるじゃないですか、はいはいはい、お家合わせとかで、うん、で、あれをね、うん、電話だけやと結構きつかったりするじゃないですか。そうですよね、きついですね。なんか分からへんけど疲れる感じ、うん、疲れます、私はあるんですよ、うん、電話1時間はちょっときついですね、うん、なんかね、その、うん、音からだけなんとか情報を得ないといけないっていうのがあって、うん、ちょっとなんか神経がビリビリしてて、うん、で結構終わったら、うん、結構疲れるんですよ。わかります、わかります、疲れます、うん、疲れます。で、ズームやと、うん、なんかあの面白い時は笑ってる顔が見れたり、あ、ちょっと、ね、っていう時は、うん、あ、私の質問とか言うてることがちょっと分かりにくかったかなとか、あ、反応ですごい分かりやすいですよね。そういうので、うん、あの分かるんで、うん、なんかいろんなパターンの情報が得られるじゃないですか、うん、音でも、うん、表情でも得られるじゃないですか、うん、で何か言ったらあの共有してもらってね、うん、あの画像を出してもらったりとか、うん、こっちも出させてもらったりとかしてね、うんうん、あのいろいろ共有もしやすいじゃないですか。しやすい。だからやっぱりなんか Zoom って、うん、ね、利用されるんだろうなって思って、うん、そうですよね、うん、なんか電話もメールもね昔からあるけど、やっぱりもう皆さん Zoom をメインに使ってるのって、うん、そういうことなんだろうなって。そうですね、うん、なんかテレビ電話とかができるようになって意外とみんなやらなかったじゃないですか、うん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 、意外に、うん、やけどその、まあ、今回のねそのコロナ禍の中で、うんうん、割とそれを何て言うんですか、あえてやる文化が芽生えてきたというか、うん、でやってみたらことのほか良かったみたいな、うん、だいたい電話の時は、うん、なんかちょっとしたことを電話でお伝えして、うん、で、あのさらに詳しくはお会いしてお話ししましょうね、うん、みたいな感じの、ね、なんかちょっとつなぎが電話だったでしょ。はい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 、うん、ちょっと遅れてますとかね、うん、でもあの、うん、ちゃんと詳しくお話しするときはお会いしてっていうパターンが形が多かったですね。多かったじゃないですか、うん、だからもちろんね社内会議も集まってとかだったけど、うんうんうん、だから用途が全然違うんですよね、うんうん、そのズームはもう会うのの代用というか、うん、リアルの代用で、うん、電話はもうあくまでそのなんか長時間それで打ち合わせするというものにはならなかったということですよね。うん、だからなんかセミナーする時とかでも、うん、あのオンラインセミナーあるじゃないですか、うん、あれをあの聞いてる方も必ず、うん、の
画面は出す、映像は出しといてくださいねっていうのをお約束してするセミナーもあるんですって。じゃないと、うん、あの画像だけにしてることもできるじゃないですか、うん、でもそれされると、うん、あの分かってるのか分からないのかっていうのも、うん、こっちも判断しにくいとか、うん、っていうのがちょっとあったりとかするっていうので、その約束のもとされてる方も、そうですよね、うん、やっぱりだからね、見る視覚からの情報って絶対大きいんですよ。大きいんだなっていうのをなんかすごいこのコロナ禍になって余計に思いましたね、うん、あれ知ってます？メラビアンの法則って知りますか？なんかそういう絵がありますか？違います。メビウスの輪的な、ちょっと待って、そういうトンチ的なこと突然やめてくれます？なんかありませんでした。いや、映画はないと思いますよ。メラビアの法則、前あの僕ビジネスボイトレってやってるじゃないですか、はい、あれで実はその使ったあのなんていうの、教材の一部にあるんですけど、ビジネスボイトレご説明を、あのビジネスの、まあ、中でボイトレですわ、ボイトレですわ。あのお仕事されていく、まあ、新人研修とかでね、うん、あのちゃんと挨拶ができるとか、あのちゃんとはっきりした声で話すとか、こういう場面ではこういう声で話すとか、しっかり、要は声をちゃんとビジネスの道具として使えるようにしていくため の、うん、あの講習っていうか、うん、あの会社講習研修ですね、うんうん、をやってるんですけども、うん、この番組で一回説明しました、説明しましたっけ、ね、しましたね、うん、そういうビジネスボイトをやってるんですけれども、うん、その中の教材の一部にね、うん、今言ったメラビアンの法則っていうのがありまして、うん、でこれがね、言ったらあのなんていうか、情報というか、その言語情報というか、うん、それ自体は全体の 7% しかないんですよ。言語情報？はい。言葉からの。まあまあ文字情報というか、うん、あの情報そのもの自体には 7% ぐらいしか、うん、その相手に与えるそのインパクトというか影響というか、うん、っていうものってないんですよね。うんうん、で、それがね、その要はその情報を音声にして伝えるっていうか、うん、声にして伝えると、うん、その声が持ってる、うん、電話の場合、そう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 、うんうん、言ったらまあ 5倍6倍ぐらいになるんですよ。その最初がメールとか、はい、メールとかでやった場合は 7% 情報の中身そのものですね、うんうん、で例えばでお電話で要はまあ声色とか、うん、なんかそのテンションとかあるじゃないですか、うんうん、ああいうので伝わるインパクト値っていうのは、うん、要は全体を100としたらね 38% ぐらいあるんですよ、うんうん、情報が 7% に対して 38% めっちゃやっぱりその増幅されるんですね、それだけ、うんうん、でそれに今度視覚情報っていうのが加わってくると、うん、これ残りの 55% 占めるんですけども、要はあのものすごい情報に対して与えるなんか理解度が高まるとか、うん、インパクト度が上がるとか、うん、要は 7% のものが要は10倍以上に伝わりやすくなるというか、うん、多分それが原因なんですよね、そのメラビアンの法則っていうのがあって、うんうん、コミュニケーションしていく上ではやっぱり視覚情報聴覚情報っていうのが結構そのなんていうんですか、ほとんどを占めてるっていうのが、ね、あるんで、やっぱりあの大きいです。視覚情報やっぱ特にでかいです。表情とか仕草とか、うん、なんかさっき言ってはったね、うんっていう表情で、うんうん、なんかすごい分かったりするじゃないですか、うん、ああいうのやっぱりね、うん、あるのとないのとか全然伝わり方が違うんで、うん、だからやっぱ長いことを持つというか、うん、1時間半とかズームやっても、うん、そんなに苦にならないというかね、で人それぞれ多分ね、あのその情報を収集の、うん、得意不得意もありますしね。そうですね、うん、今はだからもうこんだけなんかいろんな、 なんかサイトなり、うん、アプリなりで動画見られてる人やから、うん、視覚で撮る癖ついてるんちゃいます？結構そうですよ ねやっぱり、うん、ビジュアル情報すごい大きいですよね。やっぱり空気読むとか、空気って言ったらね、うん、音と、ね、表情となんかそういうもののトータルのもんですから、うんうん、そういうことがやっぱり重要な時代ですからね。そうです ね、 ね、うん、ということでこの後は空気を読むあのコーナーです。読めてないぞ。セナナンバー、セナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、
22日は、いい夫婦の日だわね。かまこ、はい、いらっしゃい。よいしょ、ふっふっ、いやー、はいはい、いい夫婦の日に飲みに来るなんて、ねね、大丈夫ですか、いいえ。いやもうダメ、ダメでしょうね、それはそれはダメでしょうね。いいとは言えないわね、まあまあね、はいはいはい、ダメでしょうけど、まあでも、ね、うん、そうですね、もう3回目ですけど、はいはい、あの11月11日はあの、はい、独身の日らしい。遅れた、ちょっと遅れた。誰が得すんねん、どう祝う。独身の日って言われても何していいのやろな。どうしましょうね、我々 ね、そうですね。さてさて、はい、12月、あ、じゃあ11月ももう後半ですよ、うん、ね、後半ですね。うん、なんか年末戦線忙しくなってきてるんじゃないですか、そろそろ、うん、まあ、クリスマスですもんね、もうそろそろ、ね、クリスマス商戦は始まってますもん、ね、始まってますね、はい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 、ワクワクしますよね、この時期ワクワクしますね、こうイルミネーションキラキラになって、で寒いからっつってこうマフラーにこうやったりとか、うん、あとはこう女の子の手、あ、俺すごい出たいんじゃないですか。いい夫婦の日って何でしたか。あ、いい、あのね、いい、はい、そう、ケンコはね、うん、フェミニストなのよ、意外と ロマンチックなのよ、あ、なんか、そうなのね、あなた、そう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 、そうなんですかね、僕でも、うん、あのロマンチックなのすごい好きですよ、うん、ね、やっぱイルミネーションとか湧いてるとワクワクするし、うん、なんかあの、ね、子供の頃にサンタクロースが来るみたいな、はいはい、ワクワク感ね、あれがまだ続いてますね、あ、確かにね、でもイルミネーションは確かにちょっとワクワクする、ね、するかな、ね、なんか冬の方がちょっとこう、なんでしょう、男女が近づく距離のが短くなるというか、夏は夏でなんかね、開放的でいいんですけど、うん、なんかちょっとあのワンナイトラブで終わりがちじゃないですか、はいはいはい、体当たり、はいはいはい、夏はね、体当たり、冬はエロいです、ね、冬、そう、冬はがっぷりよっつってガツッとね、うん、そういう感じよね、しますけど、まあ、どっちでもいいよね、まあ、理由は、はいはい、理由は環境はどうあれ、まあまあまあ、はいはい、ね、うん、そうですね、はいはい、そんな季節ですけどね、うん、さあ今日もこれ2つ、はい、ね、あの、うん、2人とも知ってますから、はい、ね、今日は当てに行かない系ですね、そうですね、流れ、ね、で、はいはい、クリアにしていく系です ね、はい、うん、うん、え、健康って、はいはい、あなた出身どこだったっけ、もうあの福島県いわき市、うん、そこまで、うん、ですね、でも別の人住んでるんで行ったらダメです、あ、ダメですね、はい、あの地震は大丈夫だったんですか、あ、地震もあった時はちょうどあのいましたね、あ、まあ、そこの家ではなかったんですけど、うんうん、あのちょうど行って、うん、で当時はあの教習、うん、教習というかあの、うん、免許更新か、あ、で、あの郡山ってとこにいたんですよ、あ、福島にも郡山っていうところがある、そうなんです、あ、そうなんですよ、福島にもあるんです、郡山って、震災が起こった瞬間、瞬間、あ、で、みんな、まあ、何人かでこう講習を受けてるんですけど、でっかいホールなんで、うん、まあ、目の前にこうスピーカーとかがこう上から吊るされてるんですよね、うん、でもそれがグラグラ揺れてドーンってなって落ちてきて、でギャーみたいな、そらなりますよ、すごい、もう本当に立てない、こんな感じだったんですけど、あ、もう実際に体感してるわけや、そうです、そうです、で、まあ隣にいた女の子とかも立てなかったんで、うんうん、こう抱きしめてあげて、いやいや違うんですよ、まあさすがにね、抱きしめるはないんで、うん、ちょっと行きましょうっつって、うん、抱えようとしたらその右手がおっぱいに当たった、うん、なるほどね、エピソードないや、不可抗力っていうのはありました、で、まあ、っていうのやな、っていう、なるほど、まあでも外出たらなんかこう地割れとかもめっちゃあって、でそれはもう揉まれた方も揉まれたぐらいじゃね、その、まあ、そうですね、もう、うん、まあ、でもまだ覚えてましたけどね、その感触、血割れがあったとしてもあ、おっぱい触ったなって地震と聞いたらおっぱい思い出す、なんかあの瞬、もう本当にあの強烈に結びついてるんですよ、ああ、で、まあこう吹雪がいきなり吹いて、はい、それまで天気だ、あ、まあ晴れだったんですけど、天気が急に変わったの、もう天気急に変わって、うん、で、本当にもう10秒ぐらい吹雪が続いて、うん、パッタリ終わったみたいな、爆風的な感じですよね、どうなんでしょうね、こう地割れからなんか吹き出しちゃうかわかんないですけど、まあで、帰り際とかコンビニとかもめちゃめちゃですし、あとはこう細い道をこう帰るんですよ、うん、平っていうところ僕住んでたんですけど、うん、もうそこも
いろいろこう崖崩れ怖いなあ。でもあれね、我々あの阪神淡路経験してますけど、うん、あの時もね、だから朝5時ぐらいですかね確か、うん、僕まだあの何やろ両手を持ったぐらいですね。あ出て揺れがもうすごかった。すごかったね、うん、あれもね、うん、みんな寝てる時になったって言いますもんね、うん、だからそう、ね、そうそう明け方というかね、うん、あと1時間遅かったらね、うん、ガス電気と、ま、えらいことがその通勤ラッシュをね、うん、そうそうそう、健康はその震災の後こっち来たの。震災そうですね、震災あって、うん、まあもろもろなんか、あまあ、地元にいるよりも外 た、うん、出ようかなっていうところで、あなるほどなるほど、その最初は、まあ、一応その時に若干の蓄えがあったんで、あの車で西日本の方まで来て、うんうん、いろいろ回ってたんですけど、うんうんまあ、その時ちょうどこう、うん、昔働いてたところから電話かかってきて、うんまあ、昔働いてたところの常連さんですね、うん、で今会社で大阪に立ち上げの予定があるので、なるほどね、うんまあ、来ないっていうことで、あ分かりましたっていうことで大阪に引っ越しをしたっていう。そういうことなるほど。最初こっち来てその関西人って関西弁強要するでしょ、うん、いやもう本当にねいや強要というか、うん、怖かったです、ね、あみんな言いますね。まず福島の人間は、うん、福島の人間はって思ったらすごいアンチ来るかもしれないですけど福島の人間は東京に出ることさえ怖いんです。あのあれそうなの、福島、うん、福島弁っていうのいわき弁っていうんですか、なんかあそうですね、まあ、東北弁っていうか、まあ、あんまり東北弁の中でも分類されてないところですね。でも全然あのズーズー弁とかともちょっと違うんですけど、そうだってあの昔ね、うん、あの青森の大前行った時に、うん、あのメニューに書いてあるんですよね津軽弁訳が、それぐらい聞いてて分かんない、分かんない、うん、難しい、分かんないと思います、ねうんまあ、でも全然まだまだ喋れますけど、今日、今日それで喋ります。じゃあ、あ、喋りましょう、喋りましょう。じゃあ関西弁改め、うんうんうん、そんな関西弁で喋ってるわけじゃないんですけど、うんうんうん、まああのこれで喋っけ、あそういう感じね、そんな感じなんや。いやほっこりするわ、ね、いいでなんかいいわそれ、あの敬語で喋ると、うん、ちゃんとこう出てこないから、うん、タメ語になっちゃうけど大丈夫、うん、あいいもちろん全然ええであのほら方言萌えってよく言ってた、ね、あるあるある、方言萌え、片言萌え、かわいい、かわいい、ね、かわいい、うん、なるほどなるほど、恥ずかしいけどね。いやいやいいね、あいいねいいねいいねいいわ ね、 ねあるわね、うん、でもこんなんで喋ってたから、うん、やっぱ東京とか出た時には、うん、いっぱい直したし、直したし、うん、あ直した、もう共通語喋ってるよっていうのを地元帰ったら結構自慢してたりしてたんですよね。なるほど、あいいわあのいい、そう、まあ、それで喋り、うん、だけど、うん、東京出たのが18ぐらいだったから、うん、そっからもう30なんで、うん、だいぶ忘れてるんですよ、そうふるさと捨てたあのなるほど、だからかきくけこの音がちょっと違う、濁るね、でかかっていう感じのしっですね、あの、うん、なんだけど、うん、とか、うん、かに点々までいかないけど、かに丸がつくような感じのね、なが、うん、まあでも関西弁はまあ嫌われますな、嫌われるというか、まああんまりそうやって悪気はないんやけども、うん、受け止められ方がこうご親切に教えたりとかする、関西人ちょっと話し方戻してもいいですか全然もうゆっくりになっちゃってあのねそうそうそう、関西弁でも映るんですよ、うん、あなるほど、うん、なんかなんで映るのかって調べたことがあって、はいはいはい、あの元々の喋り方って関西、うん関西弁が日本語のルーツっていう人もいるぐらいで、本当初耳、日本語の一番の喋り方、まあ、ルーツがそこだから、うん、どうしても映ってしまうっていう研究結果が出てたりもする。あ、まあ、強烈やしね、インパクトあるし、うん、でもね、便利なとこもあるんですよ、うん、関西弁もね、うんうんうん、例えば、すごい短くなるとか、うん、あそう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 、あのそうではないのではないんでしょうかっていう標準語を、うん、関西弁ではちゃうんですよ
ちゃうちゃうちゃう、うん、ちゃう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 、ちゃう前からちゃうちゃう犬が来たらね、そうそれです、うん、あとそう、ほかすとかって分かんないですよね、関東の方、うん、関東の方分かんないですね、きっと、あの短くするで言うとね、はいはい、あの関西人はね、うん、あの形容詞の最後の言い取るんですよ、はあはあ、例えば暑かったら暑って終わるんですよ、 なるほど寒かったら寒って終わるんですよ、うんうん、はいはい、だからあのなんていうか、ね、関西弁っぽいことを言いたかったら、うんうん、形容詞の言い取ったら大体関西人っぽくなるっていうのは ね、あとよくそのなんか民放とかで紹介されてる最後に知らんけどってつけるあ知らんけどあれはね、あんまりもうしなくないないじゃないですか、もう終わりちゃう、せんのんちゃう、ね、もうまあまあまあそういうなんか、うん、そうですね、間違えてちょっとこうなんかあの取り入れられてるみたいな感じ、あちょっと否めないとこもありますね、でもなんかあれが言われる前はすごいしきりを言ってる人がいたなっていうのはなんかあの時にすごい認識しましたけど、そうだったんですか、言われ始めて知らんけどは言わなくなった、なんかあんまり逆にこう受けんくなったというか、うん、だからねそう、うん、あの普及しすぎてね、関西人が見て一番不快に感じるのは、うん、ドラマ不快に感じるのドラマや映画なんかで無理な関西弁をこう、うん、あイントネーションが違うやつ、ね、あれはねやっぱり見ててもちょっと馴染めないというか、うん、だから大阪出身関西出身で普段、まあ、あの東京で活躍してらっしゃる俳優さんとかが、うん、G で関西弁喋るとすっごい説得力あるんですけど、ね、ありますよね、うん、でわざわざその東京の人たちが関西弁を練習して勉強して、うんうんね、こう頑張って喋ってはるんやろうけど、うん、どっか一つちょっとずれてたらね、そこがもうなんか気持ち悪かったりとか、うんうん、これ関西人みんな思うんじゃないですかね、うん、せやかて工藤って言ってる人でも実際に関西人らしいですけどね、せやかて工藤え、美味しいの、ね、コナンのやつですね、あで関西、うんうん、まあでも僕もその映ってしまうんで、うん、あのいろいろとこうイントネーションが喋ってる間に、うん、やっぱずれてるんですよ、あそれが逆にイライラされないかっていうのはいつも心配で、あ喋ってはいますね、でも結構割と標準語よりのたまに、うん、そうなんですよ、大阪弁が混じる程度やから、うん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 、関西人でちょっとなんていうの標準語よりの人が字で関西弁が出てくるぐらいにしか感じないよね、うん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 、まあでも東北人ですからね、ねえっていうのを再認識されたらもう今後もう何も喋れなくなるまあまあね、うん、そうそうそう、まあ、そんな文化としては結構まあね、うん、大阪はその天下の台所なんて言われますけども、うん、まあまあその大阪から広まってその言葉もね今さらに聞きましたけども、うん、まあ食なんかも結構、うん、あ聞きましたね、うんうん、なんですか今から美味しいもんって鍋です、鍋ですね、はい、鍋でしょ、鍋ですね、それはね、それは鍋ですね、鍋ですね、うん、僕は水炊きですね、水炊き、はい、僕は水炊き、水炊き、水炊きって まさか関西だけじゃないよね、いや水炊きあれですよね、鶏の骨付きのやつを一緒に炊いて、うん、ポン酢で食べる、うん、あ僕ね昆布だけですわ、昆布、あうちも昆布だけやった、昆布を1枚これベロンってベロンって入れて最初茹でてこう、うん、こう煮えらして、うん、でそこにわーって入れていってポン酢で食べるみたいな、うん、あそうなんですね、うん、いや全然違いますよ、だし取らないし、うん、汁は飲まないです、うん、えそうなんですか、はあはあ、いや同じそうか、うん、なんかちょっと事故がありますね、大丈夫、ね、あの、うん、鶏肉が逆にメインですね、水炊きだと、あそうなんや、はい、うん、鶏でちょっと出汁取るみたいな、鶏入れて、うん、で何も味付けしないで、うんうん、あの鍋に水張って鶏入れて、うん、なるほどね、また違うんだ、あそうなんやですかね、僕らは僕の水炊きは豚割と中心ですわ、豚、うん、うちは鶏やったね、あ鶏やったんだ、柏って、うん、あ柏ね、柏って分かります、柏冷食ちゃうよ、柏ってなって柏、鶏肉のことを柏って言うんですよね、そうですそうです、あのただ、うん、あの東北にいた時に柏はちょっと固めの肉だったんです、うん、あなるほど、固めの鶏肉だったんですよ、うん、あじゃあ鶏肉と柏は分かれてたんだ、分かれてた、なるほどなるほど、あやっぱ同じ水炊き、でも関西でもチキンと柏は分かれてるもんね、うん、確かに分かれてないちょっと高度すぎてはついていけないんですだってケンタッキーの柏って言わないよしでもええけどな、もうこうね、他府県の人が、はい、来たらあの聞いたらちょっと信じてしまわれたら大変かなと思って、そうですね、ね、あとはでも何ですか、すき焼き、うん、すき焼き、あ、ね、ちゃんこ、ちゃんこ、うん、ちゃんこ寄せ鍋、椎茸だしのいいですね、うん、ね、うん、
でも最近あれですよね、スーパーでその出汁がこう、うん、真空パックで売ってて、うん、あれでいろんな、ね、あれほんまに美味しいらしいね、うん、美味しい美味しい、お一人鍋とかも出てますよね、出てるね、僕はあのね、ニンニク醤油ベースとか好きなの、あ、美味しそう、あれのもつ鍋とか、うん、あー、もつ鍋はいい、ね、うん、ニラとキャベツとダンとやるやつ、あれは好きです、あの豆乳鍋もあるある、あるね、うん、あの湯葉ができるのね、うん、あれも美味しい、そうそう、ね、まあ、キムチ鍋とかもね、うん、ベース、ベターですけど、うわ、お腹空いてきた、はいはい、ちょっと鍋ちょっと鍋の話鍋、ね、食べに行きましょうか、できないんですね、これ以上、ほんと、じゃあちょっと鍋食べて、はいはい、ね、食べて帰りましょう、はいはい、じゃあね、またね、ありがとう、あー、ほんまに腹減ってきたな、よし、あとは闇鍋で、サナナ TV スタッフ大募集、あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前4 3 2、ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV Facebook ページから。はい、お帰りなさいね、ということでございました。空気なんて関係ないさんの3人でお送りいたしました。でもこのグダグダもね、なんか声だけやったらイマイチですもんね。うん、ちょっとイラッとしそう、ちょっとイラッとしそうですよね。なんかこう、なんか好感度とかやっぱりね、うん、そのどこでニコって笑うとか、うん、なんかそういうことでも現れますもんね。そうですね、電話やったらうまく伝わらないけどいうことね、うんうん、結構あるんですけど、こうなんか集まってグダグダやるってね、うん、コロナも解けましたしね、そろそろそういうこともできますしね、できてくれ、できてくれね、うん、だから、うん、あのそのなんとなくあのこの動画が必要とされてる今の時代って、うん、なんかなるようにして、なるべくしてなったのかなっていうのが分かりました。そうですね、うん、僕らはじゃあ必要なことやれてるいうことですね。おー、うまいこと締まりましたね。ちょっと無駄遣いしてる時あるけど今週も無駄遣いせずに参りましょう。バナナ TV。